吉木手越祐也さんとツーショット、次はいつレコーディングしましょうか。10月8日に3度目となる首の手術を行った、XJAPAN の YOSHIKI さんが、今日24日に自身のインスタグラムを更新。ピアノを演奏する姿を公開しました。写真を見る、吉木手越祐也さんとツーショット、次はいつレコーディングしましょうか。吉木さんは、次はいつレコーディングしましょうか。 とつづるとピアノを演奏する様子の写真をアップ投稿された写真には手越祐也さんも一緒に写っています吉木さんは2009年と2017年頸椎にまつわる手術を受けていますまた今年8月に行った革新的ファンコミュニティ吉木プラス発表記者会見では頸椎の手術を10月8日に受けることも発表し 7日と8日には手術に向かう胸を自身の SNS で投稿9日には医師によると3回目の首の手術は成功したそうですみんな応援してくれてありがとうよしきと感謝を綴っていまし